まず、なんだよこの料理。俺のやる気を根こそぎなくす味だよな、タグ。専業主婦のくせに料理くらいしっかり作れよな。え、そんな、今までと同じ味付けだけど。俺がまずいって言ったらまずいんだよ。もっと勉強しろよな。乱暴にドアを閉めて、フータは会社に行っちゃいました。あ、ご挨拶が遅れました。私はパニコ、30歳の主婦です。さっき怒っていたのは、私よりも8歳年上の夫、フータ。私の趣味は料理。食べるのも作るのも大好きで、結婚前には数々の料理教室に通っていたし、友達にも料理がうまいって褒められてたの。ところが、フータはここ1ヶ月くらい、あんな感じで文句を言うようになったの。ついこの間までは。いやー、パニコの料理ってなんでこんなにうまいんだ？同僚に話したら、みんな羨ましいって。だから今度、みんなをうちに招待してもいいか？もちろんよ。旦那様がお世話になってる人たちを、私の手料理でもてなせるなんて、最高。こんな風に褒めてくれて、同僚の人たちも何度か我が家に来てたし、私の手料理を振る舞っていたのよ。ふーたは幸せもんだな。パニコさんの料理を食べたら、普通の居酒屋には行きたくないもんな。ほんと、吉村さんの言う通り、尊敬するわ。どうしてこんなに上手に作れるのかしら。ねえ、今度水谷さんもパニコさんに教わったらいいんじゃない？今から教わったら、結婚するまでに何種類かは覚えられるでしょ。まあ嬉しい。私、ますます張り切っちゃいます。お前たち、遠慮しないでどんどん食べてくれよな。俺の自慢の嫁、パニコの料理を。もう、ふーたったらん。こんな感じでね、いつも同僚たちを連れてきては、私を含めて楽しい時間を過ごせていたのよ。ところが、ここ1ヶ月、まるで人が変わったかのように、私の料理をまずいと言い始めたフータ。きっと何かある。こんなに急に変わるなんて絶対におかしい。でも、少し泳がせておくか。この頃は、そう思っていたんです。焦って行動すると、後悔することになることも多いですからね。そしてある日の夜、私はフータの大好物の煮込みハンバーグを作ることにしたの。私のお箱でもあるからね。ただいま。フータ、おかえり。今日もお疲れ様。今日はフータの大好物の煮込みハンバーグよ。フータの目の前にハンバーグを置いてみました。やった、俺の大好きな煮込みハンバーグ、うまそうだな。あ、手応えがある感じ。私はフータが口にハンバーグを入れるその瞬間までガン見しちゃいました。どうどうどう。久しぶりにフータの美味しいが聞けると思って、前のめりでフータの感想を待つ私。でもね、私の予想とは大きく違った答えがフータの口から出てきたの。うーわ、マジ、こんなの食えるか。ちゃんと味見したのか？こんなまずいハンバーグ出しやがって。パニコ、お前俺をバカにしてんのかよ。ちゃんと味見もしましたよ。美味しいはずなんだけどな。だからね、私は言ったんです。え、普通に美味しいじゃない。いつも通り、今まで通りの味だよ。はぁ、これのどこが美味しいんだ。もうがっかりだよ。何これ、料理って言えんのかよこれ。そんな、ひどい。ひどいのはどっちだ。疲れて帰ってきて好物の煮込みハンバーグだと思ったのに、こんなの俺への嫌がらせとしか思えない。そう言ってフータは席を立って部屋へ行ってしまったの。なんで、前は好物だったのに。やっぱり絶対におかしい。あれこれ考えていたら、ほとんど眠れないまま朝を迎えました。翌朝、寝不足で腫れたまぶたをこすりながらリビングに行くと、フータが珍しく起きていたの。おはよう。ああ、おはよう。ごめん、すぐ朝ごはん作る。慌ててキッチンに行こうとしたら、フータが私を制止したの。ああ、もう作らなくていいよ。え、だって会社に行くんでしょ。ああ、そうだけど、
これからは作らなくていい。朝はカフェでモーニング食べるし、昼は社食、夜はどっかで食べてくるよ。え？パニコのまずい飯食うよりも外食した方がずっとマシ。そんな。そう言って行ってきますも言わずに玄関を出て行ったの。その日の夜、フータの帰りを待って自分の気持ちをぶちまけたんです。ただいま。おかえり。あのさ、フータ。なーに？俺疲れてるからもうね。夫婦なんだから一緒にご飯食べて、一日の中であったことを話したりして、そういう時間が大切だと思わない？あ？んだよ、帰ってくるなりめんどくせえな。私の相談事が面倒なの？あなたは私の夫なのよ。だからお前のまずい飯を食うのは俺のストレスになるんだって。仕事だってやる気にならないし、帰ってきてからもストレスになるんだよ。そんなこと急に言い出すなんてなんかおかしい。あー、イライラする。もう寝る。いいか、俺は疲れてんだ。絶対俺に話しかけるなよ。そう強い口調で言い放ったフータ。これはやはり何かあるな。私の中で違和感が確信になったんです。だからね、ちょっと泳がせてこの原因を突き止めることにしました。翌朝、朝になってフータはいつも通り、私はいつもと変わらない感じで平静を装うことにしました。じゃあな、行ってくる。行ってらっしゃい。え、これからどうするかって後をつけてみることにしたんです。私は変装してフータの後をつけ始めたの。テクテク後をつけたものの、何もなく会社に到着。私の気のせいかな。いや、でも戦いは始まったばかりよ。そして私は一旦家に帰り、仕事が終わる頃にまた会社近くで待機で、フータを見つけて、また家までの道のりをこそこそと、こそこそと、こそこそと。え？すると、フータの行動に変化が現れたの。なんとフータは、会社から2つ離れた駅で、知らない女性と待ち合わせ、そこから歩いて、知らないマンションに入っていったのよ。それも2人は、しっかり腕を組んでね。やっぱり、あいつ浮気してんじゃないのよ。私は、証拠の写真を撮影、さらに知り合いの探偵さんに電話したの。これはもうプロに任せた方がいいって思ったから。そうすればフータは逃げも隠れもできなくなるはず。さらに私はフータにしっかりお仕置きするためにとある計画を立てました。私を怒らせたらどうなるか覚悟しなさいよ、フータ。いしし。それから数日後のある日の夜、我が家にはパニオとパニカー、フータの義両親が勢ぞろいしたんです。私が手料理を振る舞うため4人を我が家に招待したのよね。もちろんフータには内緒。何も知らないフータが帰ってきました。ただいま。どうしたの。両親たち4人を見てフータは焦ったようですね。フータくん、お邪魔してるよ。仕事で疲れてる時にお邪魔してごめんなさいね。いや、でも一体どうしたんですか？今夜はパニコさんが夕飯をご馳走してくれるんだと。パニコさんの料理は美味しいからね、もう楽しみ。ああ、そうなんだ。俺何も聞いてないから驚いちゃって。知らなかったのか、パニコ。何かあったのか？パニコ、フータさんに言ってないってどういうことなの？仕事で疲れてるだろうに申し訳ないでしょ。何もないわよ。ただいつもお世話になってる両親たちをもてなしたかったの。ありがとう。たまには私たちもパニオさんとパニカーさんにお会いしたかったしね。あなた。そうですよ、声がかからないと6人で会えることなんかほぼないんですからね。今日はがっつり飲みましょうか。いいですね。じゃあ皆さん、お口に合うかわからないけどたくさん食べてください。そして私はみんなの前に料理を並べたの。あー、美味しそう。パニコさんの教えの賜物でしょうね。パニコさんの料理の腕は。いやいや、私もこの子ほどうまくは作れませんよ。パニコ、これうまいな。両親たちの前に並べられたたくさんの料理はフータがまずいと言った料理ばかり。味付け大丈夫ですか？
私はわざとらしく4人に聞いてみました。ものすごく美味しいわ。パニッコ、あんたまた腕を上げたね。すごく美味しいよ。よかった、お母さんたちに褒められたんなら間違いないよね。しかしフータは幸せ者だな。こんなにうまい料理を毎日食べられるなんてな。我が娘ながらそこら辺の店よりも間違いなくうまいな。フータ君、酒も進むだろ。私の思った通りだわ。私の料理がまずいわけじゃないみたいね。この両親たちの食べっぷりや言葉を聞けばそれがお世辞じゃないってわかるもの。さあフータ、あなたはこの局面にどう対応するのかしらね。本当に美味しいですか？私はちょっと泣きそうな顔して両親たちに聞いてみたの。美味しいわよ、お世辞じゃないわ。うん、本当にうまいぞ。でもどうしたの？フータの口には合わなくなっちゃったみたいで、こんなにまずいものは食えないって怒るんです。おや、それはお前本当にまずいってそう思ってるのか。バーニコさんの料理がまずいって言うならあんた味覚がおかしいよ。前は美味しいって言ってたのに、まずく感じるならきっと病気かもしれないから病院に行きなさい。そうよね、心配だわ。パニコ、俺そんなこと言ってないだろ。言ってない？親の前だからって嘘つかないで。まずいって言って朝も昼も夜も外食じゃない。私夫に毎日のように料理がまずいって言われて、もう外食の方がマシって言われて、私もうどうしたらいいのか。バニコさん、あなたの料理は美味しいわよ、間違いないわ。フータの言葉に傷つく必要なんかないのよ。そうだよパニコさん、パニコさんの料理がまずいなんてわけない。でもどうやら両親たちは私の味方になってくれたみたいです。さあここで私は大きな石を投下してみます。ではちょっとお待ちを。ぐすんぐす。私は判別演技で隣の部屋へ行き、そこから A4 サイズの封筒を持ってきたの。フータ、私の料理がまずいっていうのはもっと美味しいものを食べているからよね。あ、きっと外で作ってくれる人の腕がいいのかな。え、パニコさんどういう意味なの？お母さんこれ。そう言って私は封筒をお母さんに渡したのよね。なんじゃこりゃ。封を開けた瞬間、怒号を上げる義母、お父さんもパニオもパニカーも後ろから覗き見てますよ。なんだ、これ風太くん。4人の冷たい視線が一気に風太に注がれちゃいました。はい、そうです、その封筒の中には風太の浮気の証拠写真がたっぷり入っていたの。風太、この人の料理なら美味しいって食べるのよね。その、これお前どういう神経だ。だってじゃない。これは一体どういうつもりなんだ。相手の女性、料理教室の人なんだよね。本格的な美味しい料理を食べてるから、だから私の料理がまずいってことなんでしょ。違わないでしょ。お前って怖。パニコさんごめんなさい、本当にごめんなさい。いえ、お母さんは悪くありません。悪いのは私の料理がまずいからです。ここでもう一発嘘泣き投下。美味しい料理を作るこの人に、フータさんは胃袋をがっつり掴まれて、それもこれも私の料理がまずいからです。わー、パニコさん。ギフト義母は私の嘘泣きにかなり焦っているようです。
パニオとパニカはおそらく見破ってる感じ。さすが我が親ですよ。ウータ君、もう言いながらはできないな。これからどうするつもりなんだ。もちろん相手とは別れます。おいおい、てめえんなもん当たり前じゃねえかよ。そうじゃねえだろ。こら、本当に、申し訳ありませんでした。パニコ、本当にごめん。もう二度と浮気なんかしないから。フータ、完全に過ちを認めて、私に謝ったみたいですけどね。でも、私は、絶対に、許しませんよ。は？今更何を言ってるのかしら。命乞いなんて認めないわよ。え？私、フータとは離婚一択しかないから。そんな、いや話はぁ、あんたみたいな汚れて話し合うことなんて私にはないから。そうね、今さら話し合いもへったくれもあったもんじゃないわね。私がパニコさんの立場でもこれは離婚案件よ。そうね、離婚だけじゃ済まされないってことも分かってんだろうな。あ、ちょっと、まそうそう、相手のご主人にも連絡しておいたわ。な、あ、ちょ、嘘だろ。いや多分そのうちご主人から連絡があるんじゃないかしら。やばいよ。だうーた、お前なんざもう俺たちの息子でもなんでもない。誠心誠意パニコさんにしっかり償え。それまでうちの資金はまたぐんじゃない。そんな、ま、自業自得の人生が待ってんだから、この先はそっちで頑張りゃいいさ。しかし、ま、とんでもねえアホだったとはな。残念だよ。待ってください。お父さん。君に、お父さんって呼ばれる筋合いはねえ。その後、有言実行で、私はフータと離婚。慰謝料もがっつりいただきました。もちろん相手の女からも、ちゃんともらったわよ。フータは通常勤務に加えて、寝る間も惜しんで、朝晩のアルバイトで、一生懸命慰謝料返済中。アルバイトはもちろん、パニカーの末端の射程の北川さんが紹介してくれた仕事でね。え？北川さんって誰かって？その辺は、ご想像にお任せします。相手のカノコって女は、かなり人気のあった料理教室を都内に何箇所も持つオーナーだったらしいけど、浮気の話が広まって、あっという間に全部閉店。慰謝料で貯金は消えて、テナント料が支払えなくて借金まみれ。今は返済のために始めたやばい仕事をしながら毎日泣いてるってさ。フータもカノコもダブルで慰謝料の支払いだし、転落人生大変ね。皆さんはじめまして。今日から皆さんにお料理を教えるパニコです。美味しい料理をたくさん覚えて、たくさん食べて、毎日ハッピーに過ごしましょうね。なんと私はもらった慰謝料で料理教室を開いちゃいました。和洋折衷、イタリアンに韓国料理、全世界の美味しい料理をいっぱい勉強して生徒さんたちにも教えるつもり。皆さんも気をつけて。突然料理がまずいって言われたら、もしかしたら何かあるかもしれませんよ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。